デイアネーラーキは、フランス象徴主義の画家ギュスターブ・ブモロが1872年から1873年に制作した絵画である。油彩。主題は、ケンタウロス族のネッソスが、英雄、ヘラクレスの妻、デイアネーラを誘拐するギリシア神話のエピソードを扱っている。現在は、ロサンゼルスの J ポールウゲティ美術館に所蔵されている。 デイアネーラと結婚したヘラクレスが彼女を連れて、エウエノス川を越えようとすると、私森をしていたネッソスが英雄に代わって、デイアネーラを運ぶことを申し出た。そして英雄が川を渡っている暇に、彼女を誘拐しようとした。対岸に到着したヘラクレスは、デイアネーラの悲鳴で危機に気づき、毒矢でネッソスを殺した。しかしネッソスは、死の間際に恐ろしいたくらみを思いついた。 彼はヘラクレスがヒュドラの毒を矢に塗っていることを知っていた。そこでデイアネーラに話しかけ、自分の地に美薬効果があると嘘をつき、ヘラクレスが浮気をしたら、この地を英雄の服に塗っておくと、英雄の愛を取り戻してくれるとデタラメを言った。デイアネーラがこの言葉を信じたために、後年ヘラクレスは、ネッソスの地に混じった毒が原因で命を落とし、夫の死を聞いたデイアネーラは、 自らの命を絶った。1860年頃の素描。ギュスターブ・モロー美術館所蔵。シャセリオーの絵画、ダプネト・アポロン。ルーブル美術館所蔵。モローは、ネッソスによって誘拐される英雄の妻、デイアネーラを描いている。ネッソスは、デイアネーラの胴をつかみ上げ、肌があらわとなったデイアネーラの白い死体を見上げながら、川の中を駆けている。しかし二人の姿に、 略奪の荒々しさは見られない。むしろ二人はバレエを踊るパートナーのようですらある。また、ネッソスをイコロすべく矢を放つ英雄の姿も描かれていない。モローは、ネッソスの男性的な褐色の肉体とデーアネーラの白い体を対比的に描いているが、彼らの姿は画面全体の内右下の部分を締め、背景にも重点が置かれている。彼らの背後に立つ。 木々の葉は赤く染まり、季節が秋であることを示している。ヘラクレスト・デイアネラ、ネッソスの物語に対するモローの関心は1860年代まで、遡り、1860年代から1890年代にかけて150もの収作を繰り返している。モローが本格的にこの主題の制作を開始したのは1870年代。 以降のことで、おそらく1870年に、画家の友人であった、ジュール・エリー・ドローネーが、同じ主題を扱った、ネッソスの詩を制作し、サロンに出品したことに触発されたと考えられる。ジャンボローニャの1574年から1582年の、彫刻、ザビニの女の略奪。フィレンツェ、ロッチア・ディランツィッショ像。パリのギュスターブ・モロー美術館には本作品よりも、 はるかに大きなサイズのキャンバス画が2枚所蔵されており、いずれも未完成のまま残されている。そのうちの1枚、デイアネーラは、誘拐者ネッソスを追い殺すヘラクレスを描いた1860年頃の初期の素描に基づいて描かれている。そこでは、ネッソスは、英雄が川の対岸から放った矢を受けて、貸しに膝をつきながらも、 デイアネーラをしっかり掴んだまま見上げており、対してデイアネーラは手を伸ばして英雄に助けを求めている。このデイアネーラとネッソスが向き合うポーズは、テオドール・シャッセリオーの1844年の絵画、ダプネとアポロンの影響が指摘されている。もう一枚の未完成のキャンバスが、デイアネーラの略奪は本作品と近い関係にあり、本作品の終作と考えられているが、 明確な相違点もある。本作品と同様に、デイアネーラとネッソスは画面右下に描かれ、デイアネーラはネッソスから逃れるように身をねじり、振り返って英雄に助けを求めている。このポーズについては、ジャンボローニャの彫刻、ザビニの女の略奪の影響が指摘されている。またモローは遠くの山上に英雄の姿を描いており、矢を放つ。 一瞬の緊張感をはらんだ情景を描いている。ところが本作品では、レイアン・レイラは背後を振り返っておらず、また、英雄の姿も描かれていない。モローが本作品で描こうとしたのは、主題となる人物たちとそれを取り囲む自然との調和によって、ヘラクレスの神話を象徴的に表現することであった。画家は、最初の所有者に向けて、本作品の意図を伝えている。 私は特定の時期の自然界と人生の特定の段階との間に存在する調和を表現しようとしました。今まさに彼から逃れようとするこの白い優雅な形をケンタウロスは抱きしめようと探し求めています。それは最後のきらめき、自然と人生が最後に見せる微笑みなのです。冬が迫っています。日が暮れようとしています。秋です 本作品はフランスにおけるロスチャイルド家の文家が所有したことで知られる。最初の購入者レペルクオンテは1873年にオテル・ドゥルオーにて画家本人から購入し、1881年にパリの画商ヘクター・ブレイムに売却した。絵画は1885年頃にモローのパトロン及び絵画コレクターとして知られるシャルル・アイエムを経てジュール・ビールの手に渡った。 彼は1913年5月29日に歌唱ジョルジュプティに売却した。その後、エドモン・バンジャーマンド・ロチルド男爵は、ポール・デュランイコール・リュエルを通じて、本作品を購入した。エドモンの死後は、次男のモーリス・ド・ロチルド、続いて、エドモン・アドルフ・ド・ロチルドと、彼の一族が相続した。その後、エドモン・アドルフ・ド・ロチルドは1980年に、ロンドン。 セント・ジェームズの伝統あるガロコルナギに売却。コルナギは4年後の1984年に、ジェイ・ポール・ゲティ美術館に売却した。ヘラクレス伝説はモローが好んで描いたテーマの一つで、本作品の他にも、自らの馬に食い殺されるディオメです。ヘラクレス・トレルネのヒュドラ、スティウム・ファロスコのヘラクレス、テスピオスの娘たちといった作品が知られている。ありがとうございます。